今日のコメント。ってことはペッパーもクルーシャも出るということ？楽しみすぎる。ミラコラはいつ登場するのかな？楽しみですね。アリポケだと伝説ポケモンは結構最初の方に登場するので、ワンちゃんもうすぐミライロン、コライロンは出るかもしれませんね。どうもハルカットです。皆さんアリポケは見ていますか？新シリーズが始まって1ヶ月ぐらい経ちましたね。そこで今回はリコとロイは今後パルレアで自分巡りをするという件について話していこうと思います。では関係ないけど趣味がたくさんありすぎて部屋がビレバンみたいになっていますというわけで、よかったら最後まで聞いててください。ついにハルカット初となるラインスタンプを発売しました。全16種類で使いやすいので概要欄に購入 URL が記載されているので、ぜひ使ってみてね。リコとロイは今後パルレアで自分巡りをする。4月から始まったアリポケ新シリーズは全地方が舞台となっており、主人公のリコとロイはライジングプロテッカーズという組織の飛行機に乗り、いろんな地方への冒険が始まろうとしています。現在この新シリーズは6話まで放送されているんですが、先日5月6月前半のタイトルとあらすじが明らかになりましたね。詳しくはこちらの動画を見てください。で、6月9日にスカーレット・バイオレットのゲームのチャンピオンランクのトレーナーである根本、草タイプのジムリーダーコルサが登場する回があるんですが、このタイトルとあらすじを見て僕はこう思いました。リコがロイが今後パルデアの巡巡りをするのではないかと。前のシリーズの新無重視編ではサトシはチャンピオンシップス、ゴーはポケモンゲット、そしてミュウにたどり着くことを目標にしていたため、ガラナ地方のジムは回りませんでしたよね。そもそも拠点が関東地方でしたしね。しかしこの新シリーズは新無重視編と違って移動する飛行船が拠点ですし、主人公の2人も新人トレーナーです。2人はポケモンに関して全然知らないし、バトルの経験もまだまだです。まあ2人とも一応リモートで学校の授業を受けているため知識に関してはある程度ついてるとは思うんですが、あの飛行船に乗っているだけではポケモンゲットやバトルシーンはほとんど描かれないと思います。だったらバトルの修行ということで、リコとロイにパルレア地方を巡ってもらってトレーナーとして成長させるという展開は今後ありそうだなと思いました。チャンピオントレーナーのネモやジムリーダーのコルスと会うわけですね。おそらくフリードはこの提案をするんじゃないかと思うんですが、もしかしたらチャンピオンのネモがリコとロイとバトルしてみて、もっと強くならないってことでチャンピオンロードを目指す展開というのもあるのかなと思いました。しかもエクスプローラーズに狙われる立場であるリコは自分の身も守んないといけませんし、来週もキャプテンピカチュウと修行する回ですしね。2人ともちゃんとバトルには前向きでしょうし、リコに関しては分析力と起点力もあるので才能すごそうですよね。みんなはこれについてどう思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とはこんな感じで、リコとロイは今後パルレアでジム巡りをするという件についてでした。ちょっとのことしたらちゃんと抜け、しほよこさんよろしくお願いします。では次回で、ね、せーの、グッディー。